ジャクソン・ブラウン、ジャクソン・ブラウン、1948年10月9日はドイツ出身、アメリカ合衆国、ロサンゼルス育ちのミュージシャン、シンガーソングライターです。米西海岸を代表するフォークシンガーとして知られる、2004年ロックの殿堂入りをしています。生まれは西ドイツのハイデルベルクであるが、1951年に家族でロサンゼルスに移住している。父親はピアノ弾きをしていたため、家ではいつも音楽が流れているような環境だった。また、あまり知られていないが、弟のセベリンも音楽活動をしている。ブラウンにピアノを教えたのも彼であり、ブラウンは彼のことを僕の音楽のヒーローと呼んでいる。66年、彼はニッティ・グリッティ・ダートバンドに加入し、ゴールデンベアで演奏。ダートバンドは後にブラウンの曲をカバーしている。1967年10月、ニコのデビューソロアルバムチェルシーガールに、青春の日々シシデーズが収録される。以来、イーグルスやニッティ・グリッティ・ダートバンド、トムラッシュなどが作品を取り上げ、デビュー前からその名は広く知られていた。1972年、アサイラムレコードからアルバムジャクソン・ブラウン・ファーストでメジャーデビューを果たす。同アルバムに収録されているドクター・マイ・アイズは全米シングルチャート第8位のヒットとなった。以後、1974年、レイト・フォー・ザ・スカイが14位、1976年、プリテンダーが5位、1978年、孤独なランナーが3位と着実にチャート成績を伸ばし、1980年にリリースしたアルバムホールドアウトで初の全米チャート1位を獲得する。1970年代のブラウンの作品は日々の生活の中で感じる苦悩や葛藤、心の痛みなどを歌っており、同世代の人々から高い支持を得た。作詞家としての評価も高く、ローリングストーン誌から1970年代で最も完成された作詞家と評された。そんなジャクソン・ブラウンを崇拝する日本人アーティストが濱田省吾だ。濱田自身の事務所であるロード&スカイという名前は、ジャクソン・ブラウンのアルバムレイト・フォー・ザ・スカイに収録されたサ・ロード&スカイから命名されているバックバンドだった。ザ・フューズのバンド名もジャクソンの曲名から名付けられている。2003年の4月末から5月の最初の週、すなわち日本ではゴールデンウィークにジャパンツアーが行われた。大阪、広島、東京の3カ所で計6公演。濱田省吾とジャクソンの対談が行われたのは広島公演のあった4月29日の公演後の夜。通常なら打ち上げが行われる段取りの時間に、二人は広島平和公園のすぐ近くにある有名イタリアンレストランで一般客がいるところで対談を行ったのである。これが正式に媒体として出たのは2003年のファンクラブ開放7月号20ページ余りにわたって、その時の対談の模様が掲載されている。濱省吾がジャクソンのアルバムを最初に聴いたのは、デビュー作ではなく、3枚目のレイト・フォー・ザ・スカイだそうだ。このことは、ジャクソンのベスト版が、1997年にリリースされた時に、濱省吾がジャクソンの紹介文を書かれた時に知ったことだ。この号のファンクラブ開放には、ジャクソンとのインタビューに合わせた形で、濱省吾が選ぶジャクソンの曲が掲載されている。アルバムごとに選ばれており、そこでのコメントでも、最初に聞いたのは、レイト・フォー・ザ・スカイと、ファウンテン・オブ・ソロー、だったと書かれている。インタビューは、主に政治的な内容になっているので、音楽的な話は皆無。その他、ジャクソンとのことについて、濱省吾が語っているので、そちらをご紹介しておこう。濱田さん曰く83年の、プレイス・イン・ザ・サン野外コンサートの時に、ゲストとしてオファーしたのだが、本人ツアー中で来れなかった。ヒューズのメンバー、みんなジャクソンファンだったので、演奏は自分たちでやって一人で来てもらおうと思った。この時のジャクソンの広島公演を、濱省吾が客席で見てたわけだが、一部と二部の間の休憩に、楽屋を訪ねたら、ジャクソンから今夜何か一緒にやろうぜと言われたらしい。濱省吾は、丁重にお断りしたとのこと。理由は、ジャクソンのファンに怒られるからとか。広島出身の濱省吾が、ジャクソンと共演なんて、こんな素晴らしいことはない。ジャクソン・ブラウンは、本来言葉を重視する、考え込みがちなシンガーである。しかし、70年代半ばに、
当時西海岸で一世を風靡していたプレイヤーたちに囲まれ、強力なロックの名盤を生み出した。それがプリテンダーとこのアルバムである。77年のライブツアー中に制作されたこのアルバムは、既発表の曲が入っていない新曲をステージで、ホテルの一室で、そしてロード中のバスの中で演奏した彼の旅の記録である。プレイヤーはラス・カンケル、リース・クラー、ダニー・クーチナー、クレイグ・ダージといったセクションの面々に、彼の盟友デイビッド・リンドレーが参加している。タイトル曲ランニング・オン・インプテーでのリンドレーのスライドギターは、まさに甘かけるという言葉がふさわしい名演だと思う。映画フォレスト・ガンプで、ガンプがアメリカの大地を疾走するときに流れるのがこの歌なのだ。ジャクソン・ブラウン、今まで聞いたことはないですが、浜田省吾さんが崇拝しているというからには一度聞かなくてはなりませんね。それではご視聴ありがとうございました。